エルフリーデイ・エリネクは、オーストリアの小説家、劇作家。2004年、ノーベル文学賞受賞。シュタイアーマルク・シュー・ミュルツ・ツー・シュラーク軍に生まれる。父は、ユダヤチェコ系の科学者で、母は、ルーマニア系のウィーンの富裕層出身のカトリックであった。ギムナジウム時代より、ウィーン私立音楽院に通い、パイプオルガン、ピアノ、リコーダーを、後に作曲を学ぶ。 ウィーン大学で美術史と演劇学を専攻し、在学中の1967年に詩集を出版。同年大学を中退し作家活動を開始する。他方音楽学校での勉強は続けており、1971年にオルガン奏者国家試験に合格し卒業している。イェリネクの活動は、小説、劇作、エッセイ、翻訳。 ラジオドラマや映画のシナリオなど多岐にわたる。1974年から1991年まで共産党に入党しており、初期にはマルクス主義の観点からの作種批判と文明批判的な作品が多かったが、後に不健性社会や自国オーストリアの硬直した飲酒性社会に対する球団に重点を移していった。 一方で過激な性描写や辛辣な自国批判などから、オーストリアの保守団体からは、ポルノ作家などとして、非難にさらされることも多いが、男性による性の支配的暴力性を文体的に生かしつつ、その過不調性的欺瞞性を告発している。1998年のゲオルク・ビュヒナー賞受賞を、はじめ多数の文学賞を受賞し、国際的にも評価が高く、 1983年の小説作品、ピアニストは、ミハイル・ハネケによって映画化され2001年のカンヌ国際映画祭で、グランプリに選ばれている。2004年のノーベル文学賞受賞の際には、自分が、公の人になってしまうのは残念だと述べ、トマス・ピンチョンや、同じオーストリア出身のペーター・ハントケの方が、ふさわしいのではないか、と語った。また2005年、 イェリネクの作品を、不愉快なポルノグラフィ、芸術的な構築を放棄した文章の山として、ノーベル賞の受賞に抗議し、クヌット・アンルンドが、スウェーデンアカデミーを大会している。小説技曲、ありがとうございます。